ちょっと検証しよう検証。久々に。はたそこワールドにいたら、人が来るのか。検証。検証いきます、自分。おい、皆さんお疲れ様でした。楽しかった。マジでゲラゲラ笑いながらやってた。いや、普通におもろかったけど、やっぱりね、レベル上がっちゃってるから、シンプルにね、なんか、そんなめちゃくちゃ妨害しようと思って妨害できないし。検証です。30分ぐらい待ってこんかったら俺はしくしく寝ます。いや、ニンニン道場ガチでさ、ニスク練習した、なんやろ。練習した回あったよな。なんか、もう何にも属さねえと思って今日やったけどさ、何も考えずに。まあ、やっぱ何も考えずにやるのが一番楽しいよ、二次会。脳を殺してやる二次会楽しすぎる。いや、でもレベル高かったな、マジで。明日できたら、朝か昼かに配信したいな。配信のね、ちょっと頻度というか幅を広げようと思ってさ。まあ、これも希望的観測の話なんですけど。なんかできる限りさ、いろいろ昼間とかにラウンジとかもやりたいし。ミスった。こっからいいか。あ、びっくりした。お、検証結果。2分で果たそこが来る。検証結果。検証されてた。検証結果です。30分こんかったらしくしく寝ようっつってみんなと言ってた。なんかこれみんなの二次会マリカの時結構いろんな人の視点開いてみながらやってるんだけど、伊豆さんがストリームキットついてたからどっかにいるなと思って気づいてしまった。それあ、なるほど。俺の配信開いて俺がどっかにストリームつけてるから。 うん、なるほど。まあ、ここやろな。まあ大体ね、ちょっと遅れて出すとちょうどよく2個目がテイク出るな。へえ、なるほどね。あ、目屋さん。あら、あ、そう。お、検証結果、13分経ったら目屋さんが来る。しばくか。またここかよ。でー、楽しいね、 BGM。どういう12点。一番、おお、むしろ言ってみろよ。おお、はい、12点。おめえ、なんで言ってみろよ。15点です。すみませんでした。すごいな。ミドさん回したやつは勝ち。あらららら。うるせえな。うるせえな。潰しに行くわ。あ、ごめんね。口止めされに行った。肩が動いちゃうよな、この BGM。どういうこと？肩から動いちゃう。動きだね。ポンちゃん。待て、あの、本当にやめて、本当にやめて。伊豆旗で、伊豆旗で挟んでるから今、ポンズ野郎。あ、ちょっとやめて。やめて、やめて。あー、ポンズ。よいしょ。やくそ、参考、土参考。抜いた。ありがとうございます。やめてください。本当にすみませんでした。ありがとうございました。もう今までご清聴ありがとうございました。バカ抜かれた。破裂した、破裂した。もう。どこまで行った？めっちゃ落ちてるじゃないか。バイバイ、ポンズ。ちょっとお手洗い行ってきまーす。はい。今伊豆さんがお手洗いに行ってるということは、これはあれですね、伊豆さんの配信をジャックしちゃったということですね。こんにちは皆さんね。今日からポンズ野郎のブンブンチャンネルということでね、やらせていただきますね。伊豆さんのチャンネルはね、どうもニューイズ、いや、ネオ、ネオイズです。よろしくお願いしますね、皆さんね。帰ってきたら、皆さん、内緒にしてくださいね。これやってたことはね。必ず内緒にしてくださいね。本当に、もう本当怒られると思うんで。はい、よろしくお願いします。これでもうね、完全に支配しました。もうね、向こうの配信もね。もうちょっと帰ってきてんじゃねえかな、もしかしたら。ね、怖くなってきちゃった。ね、もう帰ってきてる可能性ないね。結構あるんだよな。その、トイレ行ってきまーすって言って、
何喋ってんだろうこいつみたいな、一旦泳がせてみようみたいな。ちょっと怖いわ。たまにいるよねそういうの。まあ、でもまあ、あの本当伊豆さんはかっこいいからな。今ガチで今戻ってきたけどね。え？何も聞いてなかったよ。いや本当ちょっとあんとも伊豆さんかっこいいよかったなっていう話をずっとしてたんですよ。まあ、はい部屋開くよ。本当にあのあれなんです、あのなん写真とかね出てたから伊豆さん。はい部屋開いたよ。かっこよかったなーって話を。写真ね。何の写真？なんかほら高田村のやつで。もうやめろって。俺の学生の頃の写真？めっちゃかっこよかったなっ。あの生きてるやつね。はいあのねみんなしてたよね。はい。ポンちゃんの配信開こう。あ7時の練習してたんで見なくて大丈夫です。ああなるほどね。オッケー。全然いや全然そのあれです、はい。内緒にしておきます。黙っておきます。ネオポンイズ了解しました。何ネオポンイズって。何の話ですかそれ。何ネオポンイズって。ちょっとよくわかんない。やばいやつらもいるもんだな。全く。あうちのリスナーがやばいと。いやそういうことを言ってるわけではない。そうなってくる話じゃん。ちょっとやなんかやばいな、なんかやばい顔のミーいるなーって話ですよ。あ自分のミー見て。いやほら今走ってきたこいつ今走ってこいつ今走ってきたの俺やけど。ちょっと待ってくれ。よろしくお願いします。すいませんでした。何も起こってもないのにな。ゲンさん知ってます？この前リンゴさんが配信でマシュマルーム配信してて、メイヤさんとネロちゃんと伊豆さんが溺れてたら誰を助けますかっていう。ああああああいやまず真っ先に言ったのが、うん、伊豆さんは助けないから始まってまず。かわいそうに。でよくよく考えた次によくよく考えたらネロちゃんも助けないって言い始めて、なんだこれ。ああよくよくで最終的に冷静に考えてもメイヤさんも助けないって言ってたんで、やば。誰助けるの？みんな嫌いじゃん。自分だけ助かればいいんだ。全員とも助ける必要がないくらい強くてたくましくて、うんうん、あのかっこいいなっていう意味です。いう建前で、建前はそれです。かっこいいやろ。かっこいいやろ。よくもそんな堂々と嘘がつけない。とりあえず持ち上げた感がすごい。かっこいいだって持ちつけたのようなかっこいいだった最初の2つがその本当の理由なんで。最初の2つ言っちゃって。かっこいいが嘘だったと。いい意味です。真っ先に伊豆さんを見捨てる理由は何かあるんですか？あ聞きたい。あだから強そうだからです。いやでも早かったですよね。ほんまになんか大前提伊豆さんは助けないってめちゃくちゃ早かったんですけど。アーカイブ見て溺れてんすよ。そう溺れてるんですよこちら。そうだよ溺れてるってことは強くないよ。自分の力でどうしようもない状況になってんだ溺れてるって。もう弱ってるもん。水遊びしてんだったら確かに伊豆さん強いだろうけど溺れてるんだよ溺れてる。もうあの助けてくださいとか言えない状況。死んじゃう死んじゃう。リンゴさんが助けなかったら死んじゃう状況ですね。なるほどね。それを踏まえてどうすか。確かに。そこまで踏まえた上でどうすか。伊豆さんのことはどうする。いや助けません。なんでそこ。リンゴさん逆に質問なんですけど、はい、僕とネロちゃんとメイヤさんがクマに襲われてたら誰を見捨てますか？はい、見捨てる。一人犠牲にして二人助けれるっていう状況です。なるほど。見捨てる。トロッコ問題みたいな。トロッコ問題です、ね。うん、俺も思った。全員見捨てるんだろうな。私が助かればいい。答え出ねえんだな、しかも。トロッコ問題一番怒られる。多分サイコパスミックスで。そもそも乗りません。どっちでもいいかな、みたいな。勝手にしてください。戦う。みんなで戦います。一回ちょっとどれ戦う。どれ班で同走しません？ちょっと一回。確かに。リン
ゴさんって早口言葉できるんですか？あ、できますよ。そのペースで言うのはダメですよ。声震えてるぞ。そのペースで、そのペースで言うのはダメですよ。できますよが遅かったもんね。そう一番得意なやつ言ってみてください。うん、いいんですか？うん、はい、はい、いきますよ。はい、せーの、え、3回ですか？せーの、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 東京特許許可局局長。3回、東京特許許可局局長、東京特許許可局局長って言ってくれました。おー、まあでも、さっぱりか頑張ろうか。そうね、まあ、一回やりましょう。もう一回やらせてくれませんか？リンさんいける、リンさん、リンさんの聞きたい、お願い、お願い、リンさん、リンさん、お願い、お願い。じゃあ、リンさんいくよ。いくよ、リンさん、せーの。生麦、生卵、生卵。もう一回じゃねえ、5回の時から。ちょっと無理。こうしてこう。こうしてこうしてこう。いや、本当に逃げるのにな。こうしてこう。こうしてこう。こうしてこう。練習したのに。こうしてこう。こうしてこう。こうしてこう。早くちょっと練習してたの？こうしてこうして。練習したんですよ。あ、そうなの？練習したからガチで言えるんですよ。あ、すごい。悔しいな、こりゃ。いた。いや、お疲れ様でした。あ、お疲れした。いや、悔しい。これさ、メヤさん、あ、嬉しいよ俺は。メヤさん、気づいてます？メヤさん、え、キノコリ 1way で僕ゴールテープに当たって3点失ったって言ったじゃないですか。あ、うわえ、しかも僕2位から4位落ちた時に3位に慎太郎いるんで、僕ちゃんと2位取ったら慎太郎の点数も1点下がるんで、これ飛び降りに勝ってました。うわー、いっざー。いや、仕方ない。そういうのも含めてね。まあ、そういうの含めて勝負なんでね。こういう大会だからね。どっか。いや、綺麗にフラグ回収した。確かに3点に泣いたんだ、俺たちは。いや、でも、いや、もう大前提として、俺が結局、その1グランプリ目と2グランプリ目に、ね、最後のグランプリレベルの走りができてれば全然問題なかったわけだから。いやいやいや、もう全然。なんならだって僕ら2グランプリ目と3グランプリ目、目標の120点超えてますからね、チームで。確かにね。それが一番でかい。ご迷惑をおかけしました、マジで。いや、でも見えましたね。なんか正直僕らって多分一番弱いんじゃねえかなとか予想されてそうなところやったんで。ああ、そうなんだ。ワンチャンあると思いますよ。いや、僕もそんなになんで。ゆずさんもめちゃくちゃマリカゼの中でもうまいと思ってるから、全然なんか俺が頑張れば全然いけるやろとか思ってたけど。いや、もう僕らアングラなんでね。アングラでいきましょう。アングラには期待されませんよ。いや、でも楽しかった、マジで。楽しかった、マジで楽しかった。いや、ほんまに3グループで2位取れたのマジですごいっすよね。確かにね、1位連続で取れたのマジででかかったね。うん、いや、走りよかったんやろな、メヤさん、マジで。だからほんまにここももだって1位取れてたようなもんなんで。いやいやいや、スカガがね、あとスカガがね、結構ね、きつかったな。ああ、赤いっぱいきつかった。赤さん投げられたのね。うん。あれなければ結構いけた気がするからな。いや、でも多分僕ら視点を見てる人は多分楽しかったと思いますよ、この追い上げる感じ。いや、ほんとそう。いや、なんか俺視点最初はね、やっぱり名屋じゃまだきついんだって思ってた人が多分多かったと思うけど、最後にほんといいとこ見せてよかったわ。きついどころか総合2位ってか、こういうなんかちゃんとした場で僕が負けてますからね、名屋さんに。これはもう精進ですよ、ね、そう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 。ここに面白かったな、3グランプ目。いや、マジでおもろかったな。いや、でもサンダー回避マジ神だったな、そこ。ああ、チョコマのやつですね。うん、あれも熱かったな。いや、面白かった。いや、悔しいけどマジ面白かった。いや、本当伊豆さんと組めてよかったよ。ありがとう。いや、ますね。ここで組めてよかった。まあ練習してますからね、普段から。よいしょと。そうよ。畑佐子慎太郎はね、結構マジで2人でね、SK とか結構やってたりするから、まあまあね、やっぱね、チーム力はかなり高いと思うけど、うん、そこに3点差っていうので。いや、でもあっこやっぱバランスいいっすね。ほんまに畑さんが崩れないんで、慎太郎がいかに点数伸ばせるかにかかってたと思うんですけど。うん、ちゃんと伸ばしたからな、慎太郎点数。いや、慎太郎うまいんだよね。やっぱごまかし能力がめちゃくちゃうまい。うん、いやー、おもろかった。マジおもろかった。ちゃんとした勝負ごとでタッグ組んだんでも初めてですもんね。確かにそうだね。この前のエスキューボコボコにされたあれはね、まあ、なかったことにしときましょう。でもあれでこれ、あれがあって、今回これやから。そうですね。
いやでもほんと1グランプリ目と2グランプリ目がねマジでね悔やまれるんで、もう少し精進しますわ。また今後とも教えてください。ぜひぜひ、まあ一緒にマリオカートやっていきましょう。うん、ぜひぜひ。いやー面白かったよ。いや本当に視聴者の皆さんも応援していただきありがとうございました。うん、ありがとうございました。またぜひ、またね、多分こういう機会はこの先あると思うので、ね、はい、楽しみにしてもらって、どんどん遊んでいくんで見に来てくれたら嬉しいですね。嬉しいですね。じゃあ、伊豆さんお疲れ様でした。はい、またぜひよろしくお願いします。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ここでさ、わー楽しかった、ありがとうって終えれる性格じゃないのが俺なのよ、悔しい。リッジウェイマジで何してたんの俺ほんまに。いやでも面白かったな。ここも焦っちゃったね。ここまでブメ後ろ投げで赤投げてたら 100% 前にやったから、くー、多分ね、よ盛らずに30点は俺自分の点数落としてるのよ、走りで盛らずに。おー、なんでそれができひんのやっていうね。まあでも一応個人は総合2位取れて、最低限メイヤさんにまあ、A 姿は見せれたかなと思うんで、OK っていうことにしときましょう。いやー、でも面白かったなー、マジで。メイヤさん組んでくれてありがとう。まあ、組んでくれてっていうか、まあ、比較さんの指定で組んで、組むことになったんやけれども、めっちゃ嬉しかったし。あー、おもろ、ほんまに。マリオカートおもろすぎ、笑った。トビューニーに勝てんかったなー、悔しいな。あ、ちなみに先に言うときに、みんな、ヒコグラはグループとかでもなんでもないからね。トビューニーは、もう応援席があるぐらいちゃんとしたグループやけど、ヒコグラはもうなんか、適当に遊んでつけた名前からね、なんか、トビユニ対ヒコグラとかはなってないからね。あんまり気にせず。俺らみんな仲いいから。ご安心を。ネタなんでね、ネタなんで。いや、でもなんか光と闇って感じで面白いな。トビユニにちゃんと負けるヒコグラっておもろいわ。